はい。ドナルド・松山の FP 技能誌講座、ワンポイント講座、土地の一物四価についてご案内していこうかなと思います。えー、いきなりなんか表が出てきました。一物四価って何かというと、土地っていうのはですね、値段がですね、値段がシチュエーションによって異なりますよ、なんていうことです。えー、例えばですね、ここに出てきている工事価格、ね、一つ工事価格っていうのがあります。これはですね、国土交通省が、えー、まあ、 値段、値付けして、値付けって言い方していいんですかね、値付けしてますよということになっております。えー、細かい話は今日はもう表だけ見てくださいねということにしたいと思いますけれど、利用目的だけご案内しますと、工事価格は、例えばですね、どうぞここを通すから、えー、収容しますよなんていう時の価格、またはですね、通常の、えー、まあ、個人同士とか、法人同士の土地の取引ですね、そういった取引価格の参考、えー ににななっっててますよとということになっておりますだから厳密に言っちゃいますと、工事価格ともう一つ、ちょっとここには載ってませんけど、左側の方にですね、実勢価格なんていうのが載るときがあります。だから、一物ななないいいのなんていう,ふうな言い方すすることもあります、ねえー、実勢価格、ちょっとここでは省略しますけど、まあ、工事価格っていうのは国土交通省だよと、そして土地の収容とか取引、えー、に、あのー、まあ、一般的な取引で使われますよというところですね、いうところを押さえておいていただけばいいかなと思います。 で、え、実はと工事価格というのは国土交通省が全国つつ裏裏に値付けしているわけではなくてですね、やっぱりちょっと虫食いになります。その虫食いになった部分っていうのは、都道府県、各都道府県がですね、基準値標準価格っていう形で値付きをしております。まあ、工事価格の保管だよというふうなイメージで覚えておいていただけばいいかなと思います。そして3つ目、路線価。 これは夏ごろよく発表されますよね。えー、東京都の銀座4丁目のところの路線価が、えー、日本で一番高いですよ、なんていうニュースはよく7月上旬、えー、出てくると思いますけど、あれです。ね、相続税評価額ですので、相続税とか贈与税の、えーね、計算するときに使われますよ、というところ。そいつを一つ押さえておいてください。 あともう一つは固定産税評価額っていうのが出てきてます。これ市町村が固定産税とか都市計画税、ここでは不動産取得税、取得税ですね、えー、っていうふうな書き方してますけど、実際には固定産税とかね、都市計画税なんかでも当然、えー、計算のもとになってますよということです。ということで、ええー、まあ、えー 市町村が調査してますよという形になります。まあ、あの、細かい話はですね、講義の方でご案内しますけれども、まあ、この4つがあるよという名称とですね、どこが管轄しているかぐらいは、ここのところで押さえておいていただけばいいかなと思います。あと、ついでなんですけれど、一番下のところに、ね、価格水準というのがあります。工事価格っていうのが、まあ、実生価格に近い形で値段つけてますよということなんですけど、路線価と固定産税評価額のところ、 工事価格の80%、70%っていうところ、これ少しちょっと押さえといていただくといいかななんて思いますね。ね、えー、そんなところです。えー、土地っていうのは普通はですね、あの土地以外のものっていうのは一つのものは一つの価格なんですけど、例えば私のこのネクタイなんていうのは、まあこのネクタイそのものはいくらですよ、ね。これが実を言うとあなただったら1900円で、あなただったら1800円ですよ。なんていうふうな値段付け方しないですよね。 なんですけれど、土地に関しては、こういうシチュエーションだったら値段、こう、こうなりますよ、なんていうことで一物四価になっているというところですね。えー、詳しいお話はですね、ドナルド松山の FP 技能手講座の方でご案内しますので、ぜひとも受講していただければと思います。はい、FP を学ぶ意義、ちょっとご案内させていただきたいと思います。えー、今の時代、知らないと損をする時代なんて言われてますよね。えー、なので、ちょっとした知識で、 ね、生活が変わりますよ、なんていうふうな見方もできるのかなと思います。知ってんのと知らないとねい、大きな違いがありますからね、えー。商品販売されてる方はですね、なかなか商品ありきでは売れない。そんな時代になってますよね。なので、えー、商品のこととお客様のニーズ、ね、こういったところ、特にあのー、金融商品とかね、不動産なんか販売するときには、どこにストロングポイントがあるかと、お客様にとってどこがメリットであるか、いったところが強調できれば、 簡易えーね、セールスしやすくなりますよね。そんなところですそして FP を武器にビジネスすると。ちょっとした知識でビジネスの強みが変わってしまいますよ。なんていうことがあると思います。こんな時代だからこそ FP を学んでおいていただけばいいかなと思います。えー、今回のワンポイント講座はですね、土地の一物4課でした。お疲れ様です。